ハロー YouTube。 さあ、今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、中国 EV メーカー勢のですね、2024年10月超最新の、月間販売台数の速報値が判明しました。特にですね、シャオミについては月間2万台の大台を初めて突破。そして中国 BYD についてはなんと月間50万台の大台を初めて突破したというですね、まさにどのですね、EV メーカーも販売台数歴代最高を更新しまくっています。これらのですね、最新動向についてを速報ベースで解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたい存在というのが2024年10月超最新のですね、中国 EV メーカー勢の月間販売動向となります。現在中国 EV メーカーは競争が激化していることから、自分たちのブランド力を示すために自動車メーカーサイドが率先して毎月1日に先月の月間販売台数を発表するのが慣例となっています。そしてこの10月については各社が年末に向けて納車台数を加速させています。どのメーカーも史上最高の販売台数を更新してきている状況です。特に注目すべきメーカーを中心に2025年以降の展望も含めてそれぞれ解説していきたいと思います。まずはじめに中国 EV スタートアップ三重市の一つである XPENについて、10月は月間2万3917台を達成し、史上最高の月間台数を更新してきた格好です。特に XPENについて重要な動向は2点あります。まず大衆セダンのモナ MO3 が2ヶ月連続で月間1万台の大台を突破してきたという点です。モナ MO3 は日本円で250万円程度でありながら、航続距離500キロオーバーを実現して、XPENならではの自動運転システムや自動駐車機能などを搭載することによって、若者世代を中心に需要が集中しています。8月末に正式発売をスタートさせてから、2ヶ月連続で月間1万台を売り上げており、その需要の高さとともに、XPENの生産能力の高さも同時に見て取れると思います。さらに11月7日にもフラグシップセダンである P7 のフルモデルチェンジバージョン、P7 プラスの正式発売をスタートする予定です。特に P7 プラスには、高精度マップとライダー、レーダーに依存しない、ピュアビジョン方式における最新自動運転システムを MO3 に続いて採用します。その上、テスラモデル3よりも一回り大きいながらも、同等の電気性能を実現するという、最新のエネルギーマネジメントを採用するなど、XPENの新たなフラグシップとして、レッドオーシャンと化している EV セダンセグメントに満を持して投入されます。すでに予約開始1時間48分の段階で3万台以上の予約注文を獲得するというとてつもないポテンシャルの高さを示しています。特に12月の月間台数で3万台の大台を突破することができるのか、 XPENの生産能力の限界に注目していきたいと思います。次に同じく EV スタートアップ三重市の一角を構成するニオについて、10月は月間2万976台を達成し、史上最高水準の販売規模を維持しました。ニオについて重要な動向は3点存在します。まずは大衆ブランドであるオンボこのミッドサイズ SUV L6 の販売台数がですね、10月は4319台を達成しました。すでにニオはこのオンボ L6 の生産体制について10月は5000台、12月は1万台、さらに2025年1月は 1.6 万台、3月までに2万台を計画しています。特に12月中に月間1万台の販売台数にどこまで近づけることができるのかと、さらに3月までに販売台数月間2万台のオーダーにどこまで近づけることができるのかと、バッテリー交換ができるテスラモデル Y として、モデル Y との販売対決の行方にも大きな期待が集まっています。また、ニオは2025年3月までに、フラグシップセダンとなる ET9 の正式発売をスタートさせる予定です。アクティブサスペンションを採用した世界最高峰の乗り心地とともに、マイバッハをベンチマークとする快適性など、ニオのフラグシップとして、どれほどの完成度を実現できているのかにも注目です。そして、なんといっても、12月中に開催される予定のニオデー2024において、さらなる大衆ブランドである Firefly の正式発表が行われます。そこでは、第1弾のコンパクト EV のお披露目が行われる見込みであることから、特にニオの海外進出という観点でも重要な欧州市場向けに、どれほど優れた EV 性能や快適装備、コスト競争力を実現できているのかに注目が集まります。ニオは2025年までに日本市場への参入もほのめかしていることから、このファイヤーフライやオンボ L6 の投入にも期待していきたいとは思います。次に GD のプレミアム EV 専門ブランドズイカーについて、10月は月間2万5046台と史上最高の販売台数を更新しました。ズイカーについて注目すべき動向は主に3点です。まずは9月下旬に正式発売がスタートしたミッドサイズ SUV のズイカー 7X が10月末の段階ですでに 1.7 万台の納車が完了しているという点です。とにかく現在の中国市場は次々と新型 EV が投入されていることから、注文してから納車までのリードタイムが伸びてしまうと、ユーザーはすぐに注文キャンセル、その情報がすぐにですね、 SNS で拡散されて、あの新型 EV は納期が遅いというレッテルを貼られてしまうため、その性能とともに納期
の短さもユーザーにとって重要な指標となっています。その意味において、Zeekr 7X の生産スピードは尋常ではありません。これも Zeekr の強みであると言えそうです。最新の Zeekr Mix の販売動向とともに、12月中に月間3万台のオーダーにどこまで近づけるのかに注目が集まります。また Zeekr は2025年中に3車種の新型 EV を投入する見込みです。まずはコードネーム CC1E という Zeekr 007のステーションワゴンタイプの車両です。これは中国市場とともに欧州市場向けの車種として、海外展開においても重要な車種となる見込みです。これは2025年前半に投入されると推測されています。次に DX1E、EX1E という2025年下半期に投入見込みの中大型 SUV は、7X よりもさらに大きなサイズ感で、現在プレミアムセグメントで人気を博すアイとリオートと激突します。そしてこの両車種か、もしくは EX1E のみかに対してですね、Zeekr としては初となるレンジエクステンダー EV をバッテリー EV とともにラインナップする方針を表明しています。 GLE グループの最新レンジエクステンダーテクノロジーがどれほどの実力であるのかに注目が集まります。そして何といっても Zeekr は2025年中に日本市場への参入をですね、既に表明しています。その際に Zeekr がどの車種を投入してくるのかと、どのような販売ネットワークを構築してくるのかも含めて、日本市場参入の動向についても目が離せないと思います。次に2024年中国市場最大の注目を集めているシャオミについて、10月は月間2万台オーバーと、ついに初めて2万台のオーダーを突破してきた格好です。このシャオミについて注目すべき動向は主に3点です。まず第1に、2024年投資での販売台数目標12万台の達成はかなり楽勝構成になったという点です。4月の納車開始以来、すでに9万台ほど販売することに成功しています。このままのペースでいけば13万台を超えてくることは確実な情勢です。次に、直近で発表した SU7 ウルトラの詳細なスペックという観点です。特に気になっているのが市販車バージョンでのニュルの公式タイムです。プロトタイプでは6分46秒台を記録してフォード社最速タイムを更新したものの、市販車バージョンのウルトラは2360キロ程度と、車重は400キロ以上も重くなっています。ダウンフォースもかなり小さくなっていることから、特に市販車フォード最速のタイカンターボ GT の7分7秒台にどこまで迫れるのかと、そのタイム計測が行われる2025年春の続報に注目が集まると思います。そしてシャオミ2車種目の EV となるコードネーム MX11 がですね、いつ発売されるのか、この観点も気になります。この MX11 は SU7 の SUV バージョンです。トヨタクラウンスポーツのようなスタイリングですね。 SU7 におけるプラットフォームを流用することで、かなり迅速に納車までこぎつけることができるはずでありですね、今のところ2025年前半までに正式発売がスタートするのではないかと言われています。テスラモデル Y の最強のライバルとして、その完成度に大きく期待していきたいと思います。さらに中国プレミアムセグメントに地殻変動を起こしているファーウェイについて、10月は月間41,643台と史上最高水準を達成しました。このファーウェイについて注目すべき動向は主に2点です。まず第一に、8月中に正式発売がスタートしたフラグシップセダンのステラと S9 およびミッドサイズ SUV のルクシード R7 というバッテリー EV の販売動向です。特に R7 については正式発売をスタートして33日間の間に累計3万台の確定注文を獲得したとアピールされています。これまでファーウェイの販売の主力はレンジエクステンダーだったため、バッテリー EV の販売にも注力できるのかがですね、中期的に見たプレミアムセグメントにおける成功においては市場命題です。年末までの販売台数の変遷にも注目かと思います。またファーウェイは9月末から自動運転システム ADS の最新バージョン ADS3.0 をリリース済みです。この高速道路上における追い越しや分岐、障害物に対する回避挙動、および市街地における信号や右左折、ラウンドアバウトや展開、および自動駐車機能やスマートサモン機能など中国全土において対応しています。またこのファーウェイ ADS についてはアバターブランドとボヤドリーマーにも搭載されています。さらに年末までに販売がスタートする BYD のファンチェンバオ、バオ8に対しても搭載されていくことから、その車両販売全体が増加するにつれてデータを蓄積して自動運転システムがさらに改善していきます。すでに中国最強の自動運転システムとの呼び声が高いファーウェイ ADS がどれほど進化を遂げていくのかと、実際のメディアやユーザーによる性能評価も含めて注目していきたいと思います。そして最後に、中国最大の EV メーカーである BYD について、10月は月間502,657台と史上最高の販売台数を大幅に更新しながら、史上初となる月間50万台の大台を突破しました。販売内訳について、まず第5世代の DM システムを発売してから急速にシェアを伸ばす乗用
用車セグメントの PHEV 販売台数がズバリ31万台オーバーと、前年同月比で 129.3% もの倍以上の急成長を実現しました。次にバッテリー EV について月間19万台弱と、前年同月比で 14.6% の成長です。史上最高を記録した2023年12月と同水準であり、年末にかけてさらに販売台数を増やすことに期待可能です。によってバッテリー EV に絞った販売台数についてはこの Q4 で60万台近い販売台数に到達するものと推測可能です。 Q4 単体ではテスラのバッテリー EV 販売を超えてくる公算です。いずれにしても当初は11月中に50万台行くかどうかと推測されており、これは現地メディアからも驚きを持って伝えられています。特に現在言われているのは9月までは生産体制の制約で受注残が積み上がっているという点です。そして10月中は生産台数が 53.6 万台と販売台数を上回っていることからですね、年末にかけて生産体制を増強した分、受注残を全勢力をかけて消化してくることから、12月に向けてですね、販売台数が極大化していくことにも期待可能かと思います。またこの販売規模がどれほどなのかを日本メーカー勢と比較していきたいと思います。まずはじめに日産との比較について、この通り BYD は2023年末に日産の販売台数を追い越してから、まさに異常な伸び方で日産を圧倒しています。そして販売台数が判明している1月から9月までの累計販売台数において、ついに BYD が日産を逆転しました。この販売台数の伸び方を見ても、2024年シーズンついに日産は BYD に販売台数でですね、負け越すことがほぼ確定した過去です。日産としては2024年シーズン前年超えを達成できるのかに注目が集まります。そして世界最大の自動車メーカーであるトヨタとの比較について、このグラフは大衆車ブランドのトヨタと、同じく大衆ブランドのオーシャンシリーズとダイナスティシリーズを合わせた BYD ブランド単体の月間販売台数の変遷を示したものです。この通り BYD はこの数年間で怒涛の勢いで販売台数を増加中と、実際に最新のデータが判明している9月単体の販売台数と比較してみると、2021年9月は BYD はトヨタの 12.4% の販売台数しかなかったものの、2022年9月は 26.1%、 2023年9月は 31%、 そして2024年9月は 51.4% と、ついに半分以上の規模にまで急成長しました。まだその他の自動車メーカーの詳細な分析は完了していないものの、 99% の確率でフォルクスワーゲンブランドを超えて、トヨタブランドの次にBYD ブランドが世界で最も自動車を販売しているというレベルです。そのすべてが利幅が低いと言われているバッテリー EV か PHEV であると。その上で BYD グループ全体で見たデンザ、ファンチェン、バオ、ヤンワンというですね、高級ブランドの販売割合はまだほとんどないにもかかわらず、すでに自動車事業の粗利益率で 25% 以上を実現しているとイメージしてみると、まあ、自動車業界にいる人間でプレッシャーを感じない人間は一人もいないはずです。またこれはトヨタの決算内容の解説とともに詳細に分析するものの、実は日野やダイハツ、レクサスを含めないトヨタブランド単体においても、9月は前年比 7.4% ものマイナス成長にとどまっています。いずれにしてもトヨタの販売台数の減少の背景には何があるのかと、決算内容も含めて販売台数の行方及びその中でも EV 販売の状況も同時に分析していきたいと思います。はい、このようにしてですね、中国 EV メーカー勢の2024年10月最新の販売動向及び展望を一挙に俯瞰してきたものの、やはりどのメーカーも販売台数を更新しており、年末にかけてこの動きは加速していくと思います。特に BYD の販売台数が12月中どれほどを記録するのかと、すでに年間600万台級の販売能力にまで達していることから、2025年シーズンはトヨタグループ、フォルクスワーゲングループ、ヒョンデグループに次ぐ4番手争いをアメリカ GM と、まあ、ステランティスグループとですね、繰り広げているのかもしれません。このですね、中国 EV メーカーの販売動向についてはですね、このチャンネルでは定点観測をしています。特にですね、10日以降に発表される予定のですね、車種別の販売台数ですね、バッテリー EV、PHEV のシェア率がどれほど実現しているのかと、これも含めてですね、詳細が分かり次第改めてですね、情報をアップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。